元 AKB48 でタレントの川崎希、32が20日、公式ブログを更新。インターネット掲示板に自身や家族に対する誹謗中傷した投稿者である2人の女性が書類送検された件について2人が深く反省している点などから今回の刑事告訴を取り下げることを報告した。川崎は3月4日にこのブログで書いた、インターネット上での私と私の家族に対する法を超えた誹謗中傷がなされた件についてご報告しますとし、匿名のインターネットの掲示板に投稿した2人の女性が侮辱罪で書類送検されたことはすでにお伝えしましたが、2人とも検察庁での取り調べに対しても警察の時と同じように自分が書き込みをしたことを認め、私と私の家族を傷つけてしまったことについて深く反省し、二度とこのようなことはしないと言っていると聞きましたと現況を報告。続けて弁護士の先生によれば、2人あたりの検察官も今回の書き込みが侮辱罪の犯罪行為に該当すること、そして匿名のインターネットの掲示板で芸能人を対象とした悪意ある書き込みが横行すれば芸能界のみならず社会一般へも大きな影響を与えるということについて理解を示してくださったということですと伝えた。誰に書き込みされているかわからない、不安なところから私と私の家族の名誉や安全を守ろうと決心し、裁判所を通じて書き込みをした人の名前と住所を開示してもらった上で平日で訴えを行いましたが、ここまで刑事事件として対応してくださった警察、検察庁の方々に感謝していますと言い、悪意に満ちた誹謗中傷の匿名の書き込みをして他の人も書いているし大丈夫だろう、バレないだろうなどということは決してないことが明らかになり良かったと思いますと思いを記した。今回の件について、私は書き込みをした人に対して罰したいという気持ちがあったわけではなく、悪意ある書き込みをすれば刑事罰が科されるということを分かってもらい、きちんと反省して今後は二度とこのようなことをしないと思ってほしいと考え、刑事告訴に踏み切りましたと改めて今回の行動を説明。現在は書き込みのあったスレッドが完全に閉鎖されたとし、書き込みをした2人も深く反省していると聞いていますと綴り、また匿名掲示板であっても悪意のある書き込みをした人の住所や氏名は手続きをすれば開示され、刑事事件としても取り扱われ、取り調べを受け刑罰を科される可能性があることを2人は十分に認識したと思いますし、私がこのブログでメッセージを発信したことにより多くの方々にも認識いただけたと思いますと記した。今回の自身の行動は、私自身が時間と労力をかけて手続きを進め刑事告訴を行ったことの意味は十分にあったと思いますので、刑事事件となったことで今後の悪質な書き込みに対する抑止の効果もあったと思いますとし、今後も私や家族に対する名誉毀損や侮りかたじけな、家族の安全を脅かすような書き込みがなされれば法律の手続きに従って対処していく考えに変わりはありませんと決意を示している。